そこからこう申し込みが入る状態じゃないっていうことで、講座が始まって4ヶ月してお客様からの申し込みがインスタを通じて入ったっていうことと、4ヶ月間で1020万売れたんですけども、これももう本当にやったっていう感じになりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生対談ということで、超意識覚醒ティーチャーをされている小池マリーナさんが入学4ヶ月間で累計1020万円の売り上げを達成された秘訣について、実績対談ということで、その秘訣についていろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみにしてました。お名前と現在の業種について教えていただけますでしょうか。はい、小池マリーナと申します。私は瞑想とかそういうものを使って超意識を覚醒していく先生、超意識覚醒ティーチャーというのをしております。女性の方が自分の人生をいろんな新しいことを挑戦しながら、自分の理想通りの人生を現実創造していくっていうことをお手伝いしていくというのが私のお仕事になります。これ SNS のスクールってすごい多い中で、うちを選んでいただいた理由とかって何かございますでしょうか。そもそも私結構リピートのお客様が多くって、ビジネス的には成り立たないとかっていうことではなかったんですね。でうまくはいってたところもあったんですけど、やっぱり新しい方にもっとこうリーチしていきたいっていうことがあって、教えていただけるメンターの方がいないかなと思って探していたっていうところが一番最初のきっかけになります。いろんなところを私も見たんですけれども、リールが一番重要なんじゃないかというふうに自分がなんとなく思っていて、リールを中心に調べていったら、北野さんが作ってらっしゃる似てるものがたくさん出てきて、本家本元は北野さんなんじゃないのかなって自分で推測いたしまして、北野さんのところに行こうと思って調べた時に、北野さんがご自身で教えてらっしゃるっていうのが書かれてたので、ここしかないなと思って決めました。北野さんは SNS のマーケティングの方の先生だけじゃなくて、潜在意識の方の先生もされてるっていうのを見て、私自身が瞑想とかどちらかというとちょっとスピリチュアルが入ったりするところもあるので、そういう分野に長けてる方の方がいいんだろうなって、親和性があるなっていうのもあったので、それも含めて北野さんにお願いするのが一番いいかなと思ったっていうことになります。ご入学の前っていうのはどんな状況だったんでしょうか。入学の前は既存の方がまあ何人か結構いてくださって、リピートしてくださることが多いので、まあ、新規の方も少し入ってくるけど、リピートの方も入ってくるっていう感じでビジネスをやってました。インスタの方も自分でいろいろ試行錯誤してやっていたんですが、伸びないというよりもそこからこう申し込みが入る状態じゃないっていうことで、ゾンビアカウントって多分なってたんじゃないかと推測します。それと自分でこれもできるあれもできるっていう風に思って、まあ実際できることはできるんですけど、逆にお客様から見ると、一体この人は何の先生なのか、何を教えてくれるのかっていう明確なコンセプトっていうのが自分で定められなくって、そこをちゃんと定めたいなというのもあって、北野さんのところに行ってそこも教えていただきたいなと思ったのもきっかけになります。入学後の具体的な変化というところもね、聞いていきたいと思うんですが、このあたりはいかがでしょうか。入学してからアドバイスやサポートしてくださって、講座が始まって4ヶ月してお客様からの申し込みがインスタを通じて入ったっていうことと、4ヶ月間で1020万売れたんですけども、これももう本当にやったっていう感じになりました。4ヶ月間で1020万の売り上げということなんですけど、ちなみにこちら個別相談には何名のお客様に来ていただいて、そのうち何名の方がご契約されたという形でしょうか。今回ですね、個別の数がめちゃくちゃ増えまして、17名来てくださって4ヶ月間の間に、でその中で決めていただいた方が8名ということになります。じゃあ、まあ17名中8名のお客様ご契約ということで、契約率でいうと約まあ 50% 近い、半分近い方がねご契約につながっているということですね。現在マリーナさんの集客媒体はインスタグラムと、あとまあ Facebook と、あとアメブロ、この3つを主に運用されていて、それらで新規集客で売り上げを上げていただいているということで、今回まあインスタからも少ないフォロワー数にもかかわらず、ここからもねしっかりとご契約につながっているということで、少数フォロワーマーケティングの秘訣をね聞いていきたいと思うんですが、超意識覚醒ティーチャーっていうコンセプトで、挑戦する女性の夢を叶える現実創造のプロっていうコンセプトのもと、潜在意識が変われなかった人に対してその超意識覚醒のアプローチを行っているということで、実際にこのインスタグラムの運用で意識されているポイントとかもあれば、ね、教えていただけますでしょうか。まずストーリーなんですけども、ストーリーズは昔は思いついた時に綺麗な食べてるものとか景色とか写真撮って、今日は素敵なところに来てこうでしたとか、マインドにね働きかけのことをちらっと書いたりっていうのをもう適当にその時その時でやっていて、で実はストーリーズもちゃんとその設計思想というのがあって、ただ単に闇雲に出してるんじゃなくって、ちゃんとこういうものを順番に出していくんですよっていうことを学びまして、それに合わせてこう出すように変わったということで、閲覧率がすごく上がりまして 10% は切らないっていう感じで、大体20人とか30人ぐらい見てくれる時もあるんですよね。そうですね、フォロワー数に対して調子いい時だと 20% 以上の方が見てくれる、 30% ぐらいいってるわけですからね。だから 30% 弱ぐらいまで閲覧数が上がったりとか、昔はその閲覧数ということさえも知らなかったので、一桁台で本当少ない閲覧数だったので、ここも本当に変わったなと思います。ライブですけれども、前もライブはやってたんですけども、前はその時間に現れて、その時に何話そうかなと思って話すみたいな、全然ちゃんと構成を考えてないライブをしておりまして、この学校に入学して以降はちゃんと台本作ってライブってやるんだっていうことが分かっ
って、それはもう本当に驚きで、 LINE もただ漫然とやるんじゃなくって、目的を持って毎回違う LINE の仕方をするんだっていうことを学んで、北野さんと同じなんですけど、はい、マインドマップを横に置いて、まあ、マインドマップ使ってやってるんですよなんてお話ししながら、順番に項目をちゃんと作って、目的ちゃんとそこからずれないように、なおかつ少し肉付けをしながらライブをするっていう風に変わって、同説が 15-6% になるっていうこともあったり、フォロワーの 10% ぐらいの方が来てくださるっていう状態が続いてる感じです。フォロワー数の 10% がライブ来るってかなり結構高くて、総フォロワー数の 1% から 3% ぐらいが基準だったりするんですけども、実はまあフォロワーが少なくても、まあエンゲージメントが高いと、そこからまあライブに来ていただいて、そこからまあお申し込みつながったりするということで、特にそのフォロワー数よりもやっぱコザっていうところがね、まあ、すごい大事になってきますよね。実際僕の今まで見たことあるいろんなアカウントで、エンゲージがすごい低くて、フォロワーが2000人ぐらいいるのにインスタライブをしたら5人も来ないっていうこととかやっぱあったりする。エンゲージメントってやっぱり大事なんだなっていうところはあるかなと思いますし、ライブに関しては前はよしじゃあ今日やろうかなみたいな感じで、その日思いつきでやってることが多かったり、特定のキャンペーン中だけやるっていうことが多かったんですけど、日程決めて定例化して、大体同じ時間にやる方がいいですよって教えていただいて、それも心がけるようにしているので、ファンの方とコミュニケーションができる楽しい場に今なってます。慣れてくるとすごい楽しくね、コミュニケーションも取りながらね、自分の伝えたいことをしっかり伝えることができるということで、インスタライブに関してもね、台本っていうのがありますので、それをちゃんと使って構築していくっていうことが、まあすごい大事になってくるかな。リールとかはいかがでしょうか。リールが勉強したくて入学させていただいたわけなんですけど、リールに関してはもう一から本当にいろいろたくさんいろんな情報を教えていただいて、こういうリールを参考にしたらいいよっていうのも数限りなく教えていただいて、随分勉強したりさせていただきました。トークリールを作るってなると、前もやってたんですけど、恐ろしいことに何の台本も考えず1分半しゃべり倒してほしいみたいな恐ろしいリールを作ってあげてたんですけど、今は北野さんのところでこう台本をいただきまして、台本に合わせて内容はね自分のものに変えるんですが、そういうふうに話すと聞き手側も聞きやすいし、発信する側も自分の頭がすごく整理されるし、メッセージが伝わりやすいということで、それを心がけていて、おかげさまで1000人以上の方に見ていただくことも多々出てくるようになってきているという感じです。運用初期の段階だと再生回数が増えづらかったりするっていうのがあるんですけど、自分のフォロワー数の3倍以上の再生回数を目指していくっていうところと、1000再生以上をねできるだけ早い段階で連発できるようにしていく。実際マリーナさんの場合とかもね、ちょっとその4桁台に乗ってきているということで、ここはまあ4桁に乗るか乗らないかということが、リールが伸び始めていくための兆候として結構重要なポイントだったりしますので、ここはね皆さんもぜひちょっと参考にしていただけたらなと思います。あとあのリールに関しては VIP の添削グループがあるんですけども、台本出すと朝の早い時間にお返事いただいて、すごく丁寧な添削をしていただいて、それをこう毎日やってるんですけど、本当に丁寧にサポートいただいて大変感謝しております。弊社がお伝えしているのって、インスタグラムで認知を広めて、そこからまあ LINE 公式アカウントに登録いただいて、問い合わせにつながる動線を LINE で設計していこうねっていうところをやっていくんですけども、この LINE の配信や設計っていうところに関してはいかがでしょうか。北野さんという存在をした時に、やはり自分も北野さんの LINE に登録するっていうことをしたんですけども、そこでローンチ動画と言われるものが見させていただいて、構成がしっかりただ話してるんじゃないなって思ったんですね。それを実は私書き取ったんです全部。それで解明できるかと思ったんですけど、解明ができなかった。自分では構成がすごいしっかりしてると思って、どういう風にするもんなんだなっていう風に思って、台本を教えていただいて、でしかもただ単に台本があるだけじゃなくって、これはこういう要素です、これこういう要素ですっていうのを教えていただくので、だからこういう話されてるのねっていうのが自分の中でつながりまして、早速そのローンチ動画を作って、ローンチ動画から即ダイレクトに個別に来ていただいてっていう方もこの17人の中でもいらっしゃいます。 LINE 登録いただいて、一番ホットな段階が登録した直後ということで、そこで1つ目で届く動画のことをうちはまあローンチ動画っていうふうに言ってるんですけども、ちゃんとしっかりと作り込むっていうことが今後の制約率であったりとかかなり貢献してくるということで、そこはやっぱしっかりと作っていただいて、ローンチ動画の添削とかもさせていただきながら、精度の高いローンチ動画を設置していただいて、LINE も昔は例えばセミナーしたいですよっていうことでお客様に来ていただきたいので、その前ぐらいから LINE を高い頻度で送ったりとかっていうことは多少やってたんですけれども、何のためにこの LINE を送ってるのかっていうのが全然分かってなかったので、設計思想がない状態で思いつきで LINE を送ってるもんですから、流れがないんですよね。うまくいく時もあればうまくいかない時もあるっていうのは当然だったわけなんですけども、今は何かこうピークがあってここに持っていこうと思った時に、何と何と何をどういう順番で言っていくのかっていうのが教えていただいたので分かったので、ストラクチャーが見えてきたというか、もちろんそのピークがあってセミナーとかやるっていうイベントの時だけじゃなくて、日常的な配信に関しても気ままに適当に送ってるんじゃなくって、目的があって送ってるんだっていうことが理解できたので、それをこう自分も心がけるようにしたので、ある意味楽になりましたよね。乗っ取ったことを考えればいいわけで、自分で全部ゼロから考えてると的の外れてる上にいちいち考えなきゃいけないので、闇雲ではなくてちゃんと目的を持って配信を、ね、作っていくっていうことがね、戦略的にしっかりとお客様と信頼関係を構築していくことができることが重要かなと思います。あとは
こうやってあの配信にしても、まあ、リリースにしてもそうなんですけど、ただ単にこうわーって言われると聞く側が途中で何を言いたいのかなこの人はって分かんなくなっちゃったんじゃないかと、お客様に対して不親切だったんじゃないのかなっていう気づきもありまして、構成に当てはめるっていうのは昔はつまらなくなっちゃうんじゃないかと思ったんですけど、これ逆で構成に当てはめていくからこそ聞き手側にとっても分かりやすいからストンと落ちるっていうのがあるんだなっていうことが、これも本当に学科に来てから勉強させていただいたことかなと思ってます。難しい概念をより簡単にねお伝えできるか、まあ、僕がお伝えしているのは小学3年生でも分かるように伝えていこうっていうところがあると思うんですけども、伝え方っていうところを意識されているっていう成功の一つかなと思いますけども、次ですね、あのセールスの流れってところも聞いていきたいと思うんですけども、実際今回17名の方に個別相談来ていただいて、8名の方、約 50% 近い方にご制約いただけているということで、商品提案セールスで、まあ、気をつけてることとか意識されたポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。セールスの時に使ってるスクリプトと言ってる、まあ、プレゼンテーション用の資料なんですけども、これも作った後に添削していただいて、こういう要素こういう要素入れましょうねっていうのを教えていただいて、でそれを組み込むような形にしているので、入っていただいたお客様に言われたのが非常に分かりやすかったと。このスクリプトの力っていうのもすごくあるなっていうのが一つあるのと、今まではあのその日お会いしたらもうその場で決めるっていうような感じで動くことが多かったんですけども、何回かに分けてアプローチするっていうのもありなんですよっていうことを教えていただいて、そういうアプローチをした方もいらっしゃいます。お互い変な焦りとか緊張みたいのがない状態で少しリラックスして、お客様も少し考える時間があったりして、お互いいい形で自然に落ち着くところに落ち着いて制約ことになったっていうこともあったので、私は今までなかった発想で新しいやり方だったっていうのと、あとはあり方ですね。授業の時もすごく思うんですけど、良い意味で余裕を持って楽しんでらっしゃるっていうか、情熱だみたいな感じで行けとか努力だ根性だとかって言うんじゃなくって、ただやることはすごいやってらっしゃるので、これはもう全員やらなきゃいけないことはやるんですけど、でもそれもなんか余裕を持って楽しむというか、そういう感じ でやることをやってれば自然に実るものは実るので、それがやっぱり私の中ではすごく学びにもなりましたし、セールスの時もやっぱりそこは気をつけてるところではあります。多くの人って1回の個別相談で1時間だったら1時間でクロージングまで何としても持っていかなきゃみたいな風潮は結構一般的だと思うんですけど、逆にそれを1回目の個別相談では商品を売らずに2回目3回目そういう形で分割することによって信頼構築や接触回数が増していき、具体的なその進め方とかね、テンプレートとかもいろいろあるんですけど、回数を分けていただくっていうのも一つポイントかもしれないですね。セールスにおいてはしっかりと事前準備をちゃんと整えて、やることをしっかりとやっていく、その上であとは実際の結果に執着せずに、とにかく量を淡々とやっぱこなしていくっていうところが営業ではすごい重要なのかなっていうふうに思います。結果にこだわれっていう営業発想としてはそれもあるんだと思うんですけど、執着することによって滞るじゃないですか、エネルギーが。北野さん見てるといい意味での手放しがあるからうまくいかれてるのかなっていうのはこそばでよく見て観察してると執着せずに目の前のことにやっぱり集中していただく、もちろん適切な改善も行いながら、ただ結果には執着しないっていうところが一番重要かなっていうのは僕も思います。次ですね、講座運営商品設計において意識されているポイントもあれば教えていただけますでしょうか。私の講座っていうのは古典ヨガとかの話を使った瞑想を中心にする内容なので、抽象度が高くて、それを実際の実用的な現実創造にどう落とし込んでいくのかっていうところがなかなかつながらないところもあったのかなとは思っていたんですね。でそこのところに関しても北野さんが意識を使ってこれだけのすごい現実創造をこの若さでされてるって、もうまさにロールモデルっていう風に思いまして、北野さんの教えてらっしゃる潜在意識の方を私学ばせていただいてるんですけども、実用性を持ってなおかつ意識のところに覚醒していけるっていうこの素晴らしい組み合わせになっていってると思いますし、私もすごく勉強させていただいています。改めて弊社学科にご入学いただいて良かったことだったり、もしくは弊社宗教学科のおすすめポイントなどがあれば教えていただけますでしょうか。はい、いろいろあるんですけれども、まずあの北野さんが素晴らしいので、質問すると本当に丁寧に気づかなかったことを含めてご回答してくださったり、それもただ単にあの文章で返してくださるんじゃなくて、画像でわざわざ撮って添削してるところを送ってくださったり、細かいところまで向き合って回答してくださって、サポートしてくださってるっていうことが心強いというか、これだったら絶対私もうまくいくかないはずがないっていうふうに本当に思えるっていうのが入って一番良かったなと思う気がします。あとは講座されてる数がものすごく多くて、大体そうなってくるとアシスタントとかインストラクターの方養成して、ご自分はプロモーション活動を中心にされる方が多いんですけど、北野さんはハンズオンで実際クラスに参加してくださって、そこで教えてくださるから、それだけでも臨場感というか一緒にこう勉強させていただくことによって自然にいろんなことがインストールされてるなっていう感じがあるので、この機会逃す手はないって本当に思います。あとそのビジネス的なことで言うと、ステップがこう全部組まれてて、リール作るとかインスタ作るとか LINE もこういう風に運用していきましょうとか、いろんなことをステップ分けで教えてくださるので、要素要素が細分化して教えていただくから、ここがうまくいかないっていうところはここチューニングすればいいのかな、ここチューニングすればいいのかなっていうのが自分でもできるようになるっていうことで、北野さんがおっしゃってるように、ずっとこう人に依存する起業家じゃなくて自律的な起業家を育てたいっておっしゃってるんですけど、これをちゃんと身につければ実現できるだろうなというふうに思っております。できるだけやっぱ受講生さんにもね学んでいただきやすいような形でね、細分化してノウハウってどんどん古くなっていったりするんです。
常にバージョンアップさせていただいたりしてますね。これが最後のご質問になるんですけども、これから SNS を始めていきたいという方や一歩踏み出していきたいという方、これから実践 SNS 集客学科のご入学を検討されていらっしゃる方もいると思うんですけども、そういった皆さんに向けて最後何か一言メッセージがあればお声いただけますでしょうか。はい、ソーシャルメディアって日進月歩でどんどん買っていくものなので、うん、特にやっぱり若い方に教えてもらうっていうのがすごく大事なことなんじゃないかっていうのが一つ思うことと、自分でやろうと思うととても時間がかかるので、すぐ先生についてしまって、それで教えてもらいながら調整していくっていう方が絶対に早いと思います。最初からすごい有名な先生で大成功されてる方に教えてもらうちょっと敷居が高いっていうか怖いなって思われてる方も中にはいるかもしれないんですけど、セロさんすごい優しくて神対応なので全然そこ心配ないですし、私も昔やっぱりこうすごい先生に教えてもらうのはちょっと勇気がいるなと思って、自分プラスアルファぐらいの方のところを巡ってた時があるんですけど、結局遠回りでその方たちも北野さんのところに教えてもらったりしてるので、本気本当にもう最初から言っちゃった方がいいんではないかというのが今の私の思ってることです。すごい具体的にねアドバイスであったりとかメッセージをいただいてありがとうございます。概要欄の方にマリーナさんのインスタグラムと LINE 公式アカウントのリンクもね貼っておりますので、今こちら LINE 公式アカウント概要欄から登録いただきますとプレゼントがねいただけるということで、こちらちょっとプレゼントの詳細も教えていただいてもよろしいでしょうか。超豪華6大プレゼントを実は準備しておりまして、この中で私がお伝えしているような超意識に覚醒するとどうやったら現実創造ができるのかとか、なぜ瞑想すると経済的に豊かになるのかとか、そういったことがいろいろ学べるようなものがついてますので、多くの方に受け取っていただいて現実創造に役立てていただけると嬉しいなと思います。こちらもぜひねチェックしてみていただければと思います。ということでね、マリーナさん本日はねお司会いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではねこれからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。